オデオンレコードは1903年にドイツで設立されたレコード会社である。社名はフランスパリにあるオデオン座に由来する。ベルリンで1903年にドイツベルリンレコードとして発足し、オデオンレコード会社設立される。1906年にホノティピアに買収される。インターナショナルトーキングマシーンとして両レーベルでのレコード発売をする。その後、 著名な歌手や器楽奏者の録音が数多く開始され、オデオンにリリー・レイマン、ホノティピアにヤンクーベリック等が録音。系列会社のイタリアのホノティピアレコード会社と共に1911年に同じドイツのカール・リンドストレーム社に買収される。そのためパーロフォンと同じくドイツのカール・リンドストレーム社のレーベルとなっていた。後に A コロンビアに買収される。 ご他者と合併で EMI となる。イギリスと北米地域を除く各国でビートルズのレーベルとして多く使用され、日本でもビートルズの現役時代、東芝音楽工業株式会社からリリースされたレコードには、本来のパールフォンのロゴの代わりにオデオンのロゴが使われたことで知られている。フランス・パリの劇場の名前から取ったものである。点。ドイツから始まったオデオンレコードは、 そのロゴと共に世界中へ拡散していった。第二次世界大戦の影響や断続的に続いた音楽業界の再編などに伴い、オデオンのロゴを冠したレコードは徐々に消えていったが、フランス、日本、ブラジル、トルコ、アフリカ諸国などでは EMI 参加の主要ブランドの一つとして戦後も使われ続けたり、戦後から新たなレーベルとして再出発するケースが見られた。 1930年3月、オデオンレコードの日本発売元として、日本オデオン株式会社が設立された。1931年、東京のイリス商会が設立したパルロフォンレコードに吸収される。1932年には、レコードの製造販売を停止。パルロフォン社は1933年8月、原盤を日本蓄音機商会に引き継いで、 レコードの制作を中止した。1963年1月 EMI の日本発売元だった東芝音楽工業が EMI 参加のイギリスのコロンビアレコードの日本配給権が日本コロンビアから東芝に移行したのを受けそれまでクラシックポピュラー問わずヨーロッパの EMI 系列の洋楽の音源全般を統括していたエンジェルレコードをクラシック系をエンジェル ポピュラー系をオデオンと分割し、ヨーロッパ圏の洋楽ポピュラーの販売を開始した。エンジェルレコードは天使を模したレーベルデザインで、他の国とレーベルロゴのデザインとほぼ同じだが、オデオンレコードは他の国に多い劇場を模したデザインではなく、オデオンの王の字がレコードの溝のデザインになっている。日本独自のレーベルデザインになっている。 東芝音楽工業のディレクターで日本でのビートルズ人気を仕掛けた高島博之が洋楽担当としてビートルズを売り出すにあたり当時の東芝音楽工業にあったエンジェルレコードなどの既存の洋楽レーベルではグループのイメージに合わないと考え世界中の EMI が用したレーベルから探したところこの時点で日本では設立されたばかりで特定のアーティストの色もついておらず 響きも良かったオデオンレコードをビートルズのレコードに使用するようになった。高島は日本のオデオンレコードは日本で独自に作った適当につけたもので海外でのオデオンレーベルと日本とではロゴの形も扱う音楽も全然違う。日本のオデオンはあっちとは無関係に独自で発展したものと後年になって証言しているが前出の通り 日本のオデオンレコードはビートルズの日本でのデビュー前にすでに設立されており実際には諸外国のオデオンレコードの扱いに準拠したものと考えられるブラジルでエジソンの蓄音機と廊下の販売をしていたフレッチフィギネルが1900年にレコード会社カーザエジソンを立ち上げたことに始まるカーザエジソンはドイツやバルセロナでプレスしたレコード版に オデオンレコードのロゴをつけて発売した。1913年、ブラジル国内にレコードの実写プレス工場を設立。1917年にドンガマウロジアルメーダ作の楽曲ペロペレフォーニーを発売。これがブラジルで録音された最初のサンバとみなされている。1931年、会社は EMI によって法人化され、社名を変更。 1974年からは社名を EMI オデオンとして新婦の発売を続けた。2012年に親会社の EMI がユニバーサルミュージックグループに売却されたことに伴い、カタログがユニバーサルミュージックグループの参加に入った。1919年11月、ザ・アゲンタイン・トーキング・マシン・ワークスが誕生。オデオンレーベルのレコードがアルゼンチン国内で生産されるようになる。 1920年にオデオンのサブレイベルとしてディスコナシオナルが誕生。1923年にはディスコナシオナルオデオンへ社名を変更する。しかし、1934年1月にアルゼンチンの法律でナシオナルの単語を非政府機関が使用することが禁止されたため、社名をディスコクリオリオオデオンに変更する。1936年からは、 インドストリアスエレクトリクス Y、ムシカレイスオデアンがオデオンのロゴを使いレコードを発売した。1970年代に社名が EMI オデオン SAIC に変更された。EMI オデオン SAIC は2012年に親会社の EMI がユニバーサルミュージックグループに売却されるまでの間、オデオンの名を社名に関し、経営を続けた。ありがとうございます。